はい、今日はねちょっと優しさに包まれたならっていうねユーミンの曲があるんですけども、古い曲なんですけどね、これもでもあの未だにね、愛されてる、さっきねテレビ見てたらね、なんかお茶のコマーシャルかなんかのねバックでこの曲が、未だに流れてるという、長年にわたってね愛されてる曲ですけども、まああの難しいといえば難しい曲かもしれませんが、なんかあの J チャンネルまたちょっと見たら J チャンネルが難解な曲の弾き方とか言ってやってましたけど、難解らしいですけどねこの曲が、ねまああのねこれ有名な曲なんでね、例えばねなんかギター弾けんのって言われてなんか弾いてみてって言われた時に、こういうやつをやってやるとね、まあ、イントロ もう適当ですよね、こういう雰囲気ですよ。感じでね、パッと弾くとね多分おおって思ってもらえると思う。でまあそんなにねめっちゃめちゃ難しいことはないよこれ別にね。でこれもねほんでこのコード進行がね普通のだから G のキーの進行じゃない、こういきなり G からこれ A のメジャーコードが入るんでね、だからここでねなんかこうA か D に転調してるようななんかね、一瞬ねここで普通はこの G の言ったらこれ A のコードのこれマイナーコードになるんですね普通はね。だから普通の進行でいくと A に行って A マイナーに行って D に行って E マイナーに行くようなねこういう進行なんだけど、この曲はここから次 A に行くってね。で次 F シャープマイナーとかが入ってくるね。だからこの辺はねこの D のキーの進行をしてるような雰囲気でね。でこっからまたこの C に戻ってでここはこっからはまあこれ G のキーな感じですね。なんでねここの部分がねここがすごくなんていうのかねでもこうそんな変な感じじゃないでしょう。なこれがねこれ説明しづらいんですけどね説明要せんのですけどね言うたらね、なんかここでちょ調がちょっと変わってる感じね。でまあこれねまあこう G から弾いていくでしょ、こうやっていけばいいんですよ。この弾く絶対弾かなあかんとこだけをこう弾いていくと G でこのねここベースを押さえてで次 A でね A はねこうやって多分押さえる人がいると思いますけど、っていうかギター弾き始めて全く初心者の人がこの A のダイアグラムを見てこことこことここに黒丸が打ってやったら人差し指からこう行きたくなるんですよねどうしてもね。で多分こうやって覚えるんですよ。J チャンネルの人もこうやって押さえてましたけどね、これね A のコードこれは割と押さえづらいね。で A のコードっていうのはE マイナーと同じぐらい簡単なコードで人差し指1本で押さえれるんですよ。指1本でこれ人差し指でも中指でも別にいいんですけどね、薬指でもいいんですよ別にね、なんなら小指でもって感じです。小指ちょっと難しいかなって感じですけど、こう人差し指で一本でいったりする。だからこういうのもやりやすいですよ。
メロディーの音もこの押さえたまま出せるんでね。でまあこうここ行くときにこうベースをこっちに持っていきたいんだけど、で F シャープマイナーも、F シャープマイナーからこの B マイナーに行くんですけども、その時にこのここで押さえる、4弦のね3フレットで、この5弦は弾かない、このままで5弦を鳴らすと変な音になるんで、でこう小指でこう弾くとこう自然にこの Bm7 の形になって、このままこう弾けるんでね、このままこう順番にねこうやって弾くだけで、で次はもう話 Em なので話したらいいんで、これはね、ここの4弦、これ弾いても別におかしくない、このセブンスノートだからね、 E マイナーのね、 E マイナーセブンスね、だからこういう風にこうベースを動かしてもね、次 C、D のセブンスに持っていって、また G に戻って、でここまではね1回目と同じ で2回目の時にこう Bm に行って Bm7 に行く、B7 ね、 Bm7 から B7、 この中指のとこ半音上げるだけよね、これね。で次また Em なんで離せるんでね、ねこう C かメジャー7か知らないけども、でこのまま C のままで、で Am、 ここはねこう上がるんで、ここでスライドさせる、でこう開放弦弾いてる間にこうまたこうね Bm、 でここもこの Bm の小指こう押さえたらこう音出せるんでね、でまた次 Em の離せるんで、でこう次 C かな、これ D、 ここはもうこう上がるんで、まあこの Am7 ね、Am7 もこれこうこの3つだけこう押さえたところで、この531だけ弾いたらこう押さえてなくてもこう押さえててもこう押さえてなくてもこれ関係ないんでね、これね。でここ押さえてるのはね、このメジャーの A のメジャーサードを入れてるよね。でここは D のこの、まあ、ナインスの音が入っているけども、ここ3つ押さえるだけでいいですよね。まあ、こんな感じですよね。なので全体的にね、なんかこういう
こういう感じの、あのテンポっていうかね。に包まれたなら、多分これは万人受けする曲なんでね、もうちょっとまあねやってみました、うん、では